はい、皆さんこんにちは。バンティフットのジュンです。早速始めていきましょう。フットアクション。今日は大阪のアジトスタジオに来てます。ということはですね、ゲストがいるわけですよ。このレゲエアーティストです。ヒサチョーミインドゥバーリー。ラバ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 、なんなんそれ最近。ラバラバって自分の中での、うん、世の中で押していきたいワードですね。ラバ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 。皆さんこれも絶対に覚えておいてください。これ現場でまたラバラバってやるんでしょ。ガーガのパクリです。あ、ガーガのパクリがラバラバということで、今日はちょっとよろしく、はい、お願いします。お願いいたします。久富です。お願いします。今日はお題を、はい、持ってきました。はい、何でも。僕が久富に聞きたいことは、久富が、はい、これまでに衝撃を受けたリリック歌詞名曲3選。リリックのやばい、うん、ジャパニーズレゲエ曲、はい、3曲ですね。3曲。これなんで久富にこれを聞きたかったかっていうと、はい、僕が思う、はい、久富の印象は、はい、まあ、ワードセンスよし。ワードセンスよし、いただきました。もうリリック能力が半端なく高い。いや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 、もう全く同感です。でしょ。全く同感でしょ。いやいや、でもお前そうやって言ってもらえだろうね。でも結構自分的にも自信あるでしょ、そういうところ。まあまあ自信はありますかね、うん、まあその関係者の人たちからもそういうところを評価してもらうことが多いというか、書く人によってどこに重きを置いてるかっていうのは結構違うと思うんですけど、まあ僕はほんまにまさにリリックに結構重きを置いてるタイプですね、うん、なんかそれを本当に僕的にはすごいなと思ったんで、はい、そんな久富が衝撃を受けた、はい、ジャパニーズレゲエ名曲あるのかなと思って。はいはいはい、ございます。まあ豊富にございます。豊富にございますが、今日はもうその中から3選という3つなんで、3つだけね。俺の目線で、うん、このリリックは本当によくできてる、本当にヤバいっていうのを、うん、じゃあ3つ3つ紹介させてもらいたいと思います。まず1つ目は、これは僕の今のスタイルにもすごく色濃く影響を残してる曲なんですけど、はいはいはい、まずは三木道山で、はい、君はもみじまんじゅう。この曲はね、うん、本当に、リリックのテクニックっていう面では、うん、本当すごいなと。まずね、この君はもみじまんじゅうの、うん、もうそのワンフレーズだけで説明すると、うん、サビなんですけど、うん、ほんまはまるで女はまるで恋に落ちた色したもみじまんじゅうかな、うんうん、まずほんまはまるで女はまるで、うん、このまず7文字踏みが来てるんですよ、頭に。でその後にね、うん、恋に落ちた、うん、色した、うん、ここで落ちたと色したで、ここでも3文字ずつ地味に踏んでるんですよ、うん、でその後に、うん、まあもみじまんじゅうじゃないですか、うん、そのインプラス、うん、比喩表現、はい、これがバチンって決まってるのが、うん、もうそのそこのワンフレーズなんですよ、もみじまんじゅうの。いや、今久富に説明されて凄さがめっちゃ分かった人も多分めちゃくちゃいると思う。これね、ミキ、うん、さんにこの曲好きでっていう、うん、その制作秘話みたいなことを聞いたことあるんですけど、そのフレーズが出るまで三日三晩ぐらい田んぼの周りを散歩したりで、でまあ散歩しながらその時は書いてたみたいな感じなんですけど、あ、まあそのフレーズが出てくるまで結構時間かかったみたいな。でそのバースの部分に関しても、そのまあ広島で、うん、広島の女の子と、はい、まあ、恋に落ちたよみたいな、うん、でそのストーリー性、うん、でそのライミングセンスと比喩表現ですね、うん、これも全てがもう高い水準で、うん、構成されてる曲、それが君はもみじまんじゅうですね。タイトルだけ見たら何の曲なんかなんて。そうですよね、そのタイトルの面白さもありますよね、うん、ある。しっかりと韻も踏みながら、うん、ストーリーもできてて、うん、そういう面白いパンチラインもあるという、うん、これは本当に技です。もう久富が衝撃を受けた、衝撃受けて、そうですね、もう手本のような、うん、日本語レゲエ曲なんじゃないでしょうか。なるほど。ということで、久富が、はい、これはやばいと思った歌詞、はい、まあ、名曲3選の1つ目は三木道山の君はもみじまんじゅう。ラバ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 。それでは早速、はい、2つ目はなんじゃまんの行きたきゃいけ。ポイ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 。ジ
ジャパニーズレゲエクラシックだね。クラシックですね。名曲中の名曲ですよね。はい、これも、うん、まあサビのもうみんなが知ってるワンフレーズ、うん、行きたきゃ行け、いたけりゃ色、そんなの自分で勝手に決めろじゃないですか、うん、これはその踏んでるとかではないんですけど、うんうん、そのワンフレーズ聞くだけで、うん、なんじゃさんがどんな人間なのかってことがもうパーンと分かるんですよ。分かる。もう昭和の男みたいな感じというか、うんうん、でこれなんじゃさん以外が歌っても説得力がない、うん、その歌う本人とセットですごい歌詞という、まあその生き様と歌詞がで、そのやっぱりお話、この曲もね、うん、あのストーリー調の曲になってて、はい、そのバチバチライミングしてるというよりは、うん、結構本当に淡々とその物語を語る手法でやられてると思うんですけど、うん、まあそのなんじゃさんがおそらく自身の経験をもとにストーリーテリングとか言いますけど、うんうん、そのストーリーを語るという、うん、もうちょっと小手先ではできない曲、うん、もうこれは名曲ですよね。内から出てくるものがもう全部説得力、はい、そうなんですよ。どうやって生きてきたかとか、どういう、まあ、恋愛の話じゃないですか、うん、途中にね、お前がある日、うん、花を買ってきた、うん、お前は嬉しそうに水をやっていた、うん、で最後の方にはその花が気づけば枯れていた、うん、みたいなね、もうそうグッとくるんですよ。切なさがね、切なさが増すんですよね、そのアイテムによって、うん、そうそう、親父に、君の親父に殴られたとか、そのすごいね、こう感情移入できるんですよね、うん、なんか彼女の父親に殴られたこともないんですけど、うん、なんかこうね入ってしまうというか、カラオケとかでよく歌われてないですか？いや歌ってるね。しかもそんな別にレゲエに詳しくない人とかも、そうこの曲知ってるみたいな、歌ってる。ほぼやんちゃしてきた人たちが歌ってるっていうそうだね。だからなんかやっぱ通ずるものがあるんでしょうね。そないにレゲエを詳しくない人でも行きたきゃ行けと、うん、ライオンの子はなぜかカラオケで歌うって、歌うこれ何ですか？あるあるです。あるあるですよね、うん、行きたきゃ行けと言うけど、いるなら守ってやるという、このなんてこったいですよ、この男、懐のデカさ。はい、いつかそうなりたいんですよね。もういつかね、そうなりたいんですけどね。もう懐浅いですから、僕も。僕もね、結構浅いんですよいやでも本当にそういうね、ジャパニーズレゲクラシック、クラシック名曲、名曲ですよ、これは。もういくらテクニックを積んでもできない曲なんで、ね、こういうのは、そのテクニックを凌駕した曲ということで、はい、その2はナンジャマンさんの生きたきゃいけ、ラバ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 。それではね、はい、もう最後に、最後ですね。じゃあもう3つ目、はい、まあ、アイスコーのリスペクトペアレンツ、ポッ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 。これね、だ多分今の若い子たちは分かんないよ、アイスコーのリスペクトペアレンツかもしれないですね、うん、僕が本当に歌い始めた時ぐらいに、うん、ダブで最初流行って、うん、大阪のバリアフリーがですね、もうかけてて、はい、もう何このアーティストみたいな、うんうん、その当時は大阪のブランニューアーティストみたいな、バリアフリーがめちゃくちゃボスらせてる、うん、バリアフリーのイメージはでも強いですね。めちゃくちゃ強い。あ、アイスコーね、あの曲はもう本当名曲ですね。名曲ですね。うん、この曲の、うん、まあ、すごいところというか、情景描写がすごく分かりやすいんですよ、うん、サザエさん見ながらみんな鍋囲む、うんうん、当たり前の日は昔となる、うん、満腹で眠るリビングで見る、うん、夢はその日の思い出映し出すみたいな、うん、こうね、うん、誰しもがこう日曜日の夕方とか、うん、サザエさんの時間帯に家族で鍋したことってあるじゃないですか、うんうん、ある。めちゃくちゃ歌が上手いわけでもないじゃん。そうですね。歌唱力を凌駕するその歌心と歌詞のセンスが、俺はアイスコーはすごいと思ってて、うん、それは結構アーティストの久留美から見てどうなの？もちろんそのなんか美声であったりとか、うん、そのものすごいキーの幅が出るとか、うん、そういう人じゃないじゃないですか、うんうんうん、でもそのやっぱり表現力とか、うん、その抑揚とか、うん、リズムとか、そういうのはやっぱりすごい長けてる人だったんじゃないかなと。まあこうやって久留美が YouTube で、はい、アイスコーリスペクトペアレンツって言ったら、まあみんなも絶対 YouTube とかでね、うん、調べると思うし、ぜひ皆さんチェックしてください。確かね、うん、さっきサザエさんって言いましたけど、うん、音源バージョンではマルコちゃんやったかもしれないです。ああ、そういうバージョン違いがあったんや。俺はサザエさんのイメージなの。もうあの最初はだからサザエさんやったんですよ、うん、あのリリースされたタイミングで聞いた時に、うん、マルコちゃんに。おお、それなんでだよなんでなんですかね聞いてみたいね、うん、そうですね、うん、現場で歌ってある時とかは、しかも Respect my mother from sun だったよね。それが
サンキューマイマザーって歌ってる時もあったんですよ。それ何なんですかね、そのリスペクトとサンキューの違いはね。多分歌ってるうちにこう洗練されてたんじゃないですか、リリックも。そういうとこあります？僕結構ありますよ、その、まあ、リリースしたものを変えることはあんまないんですけど、うんうん、まあ、そういう現場で歌ってたやつがリリースまでに変わっていくっていうのはよくあります、うんうん、そうなんだ、ね、はい、やっぱね、だんだん見えてくるとこもあるんで、うん、3つ目は、はい、アイスコーのリスペクトペアレンツ、ラバ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 。まあでも今なんか3つ全部聞いたけど、はい、やっぱりミディアムというか多い、なんかちょっと番外編でさ、そのダンスホール、ダンスホール、ダンスホールでこの歌詞リリックやばいなっていう名曲ないの？一曲、名曲ですか、うん、いやこれはやばいなみたいな、ダンスホールで。もうやっぱりね、うん、日本の、うん、シャバランクスは外せない。外せないね。ね、日本のキングオブスラックネスといえば、はい、ケンティグロス、ケンティグロス、ポッ。その中でも、うん、スラックネス感を決定づけた一曲がズンズンですよね。ズンズン、ズンズンです、あの曲ね。それこそズンズンチャンネルとかのズンズンもそこからですからね。そこからだね、はい。まあ大阪でね、スラックネスクラッシュ2連覇してる、はい、久富が言うからこれ間違いないですね、はい、まあまあそうですけど、うん、まああのキングの前では僕なんかまだまだひよこですから、うん、まあこのスラックネスっていうのはまあ言ったらそのまあわかりますか、下ネタみたいなことですよね。大阪で2連覇してますからね、久富くんはね。これね、実は下ネタスラックネスっていうのが、うん、やっぱり書くセンスがものすごく問われるんですよ、うん、っていうのもただそれを言うだけだと、うん、きしょいんですよ、思んないんですよ。これを面白くさせるために、面白くさせるためにその話自体が面白くな、うん、面白かったり、うん、あとはこのズンズンで言うと、うん、やっぱここでもライミングセンスがズバリ光ってるんですよ。サカルはマイアナコンダ、ヨーマドンナそのアナドンナ、アナコンダとアナドンナっていうので踏んでたりとか、あなた欲しさに玉もパンパンとか、うん、ちょっとププってなるもん、ね、なりますね、うん、言葉のチョイス一つが問われるんですよね、うん、まあワードセンスがいいんだろうね。いりますね、うん、これはただただなんかその卑猥なことを言えばいいっていうわけことではないんですよ、うん、そこに絶対にスキル、テクニックも絶対に、はい、そうなんですよね。そこで笑わせて手を上げさせる、そうです。これはもうスラックネスもうチャンピオンですね、まあ、笑ってしまうぐらいが一番いいと思うんですよね、うん、一番いいとこスラックネスは。うわあの人めちゃくちゃ何言ってんのみたいなじゃなくて、うわもう分かるお前それプイプイプイみたいなそれが一番いい感じですよね。一番いいっすね。ああなるほどなるほど。まあ番外編ですけど、はい、まあ、ダンスホールで、まあ、歌詞、歌詞、まあ、リリックでやられた曲は、はい、ケンティグロスのズンズン、ズンズンということで、ぜひね、はい、これもちょっとチェックしてほしいですね。聞いてほしいですね。これもこういうのもやっぱりレゲエダンスホールの醍醐味のね、はい、一つでございますので、ぜひ皆さん、まあ、今のね久富のこのコメントを元にですね、まあ、YouTube だったり、まあ、Apple Music とかでもね曲を配信されたりとかしてますので、ぜひ検索してみてください。でなんか今後のその久富情報みたいなやつはない？今後の情報ですか、うん、なんか曲リリースするとか、なんかオンラインライブやるよとか。まあとりあえず僕のね YouTube チャンネルショッキングバイブスを出た、ちょっとチェックしてほしいんですよ。ショッキングバイブスね、はい、あれは久富とゴブラ、僕とそうですねゴブラが、まあラッパーのゴブラ君が、はい、一緒に一緒にやってる。どういう内容？もう完全に音楽はあんまりやってないです。もう音楽じゃなくまあショッキングのもう食がもう料理したりとかっていうグルメ番組ですね。まあもうそうですね、僕の趣味のチャンネルかのようになってきましたけど、うん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 、まあでも僕が思うにあなたのクッキングは趣味を超えてる、はい、いや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 、めちゃくちゃうまいんですよ。ペーペーですからご飯が。なんでもうぜひね、あの久富の YouTube チャンネルショッキングバイブス、そちらの方もですねチャンネル登録、いいねボタンもお願いします。お願いします。まあぜひちょっとこれから、はい、ね、コラボとかもお願いします。ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、バンティフットの YouTube チャンネルフットアクション、今回のスペシャルゲストはですね大阪のレゲエアーティスト久富でした。ラバ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 